何を隠そう、俺は世間で言うところのメガネフェチだ。姉ちゃんいたの？な、何よこれ、シミになっちゃうじゃない。臭いし苦いし、メガネにも飛んでるし。このバカ、母さん帰るまでに片付けなさいよ。ひいって、俺一人でかよ。ヒロ君、何してるかな。今日は瞳の新しいメガネの注文に付き合って町へ。で、ぶっちゃけ俺がエッジ中に踏んづけて壊しちゃったんだよね。ここは天国か。ヒロ君、こんなのどうかな。やっぱり俺の彼女はメガネかわいい。メガネってすぐできないんだな。うん、だからね。それは使ってなかった前のやつだけど、形古いしあんまり可愛くないかな。全然あり。ヒロ君、それって三沢さん、一人？今日はお姉さんにお話があって来ました。話って何かな。そ、私にエッジレスを教えてください。私、もっとヒロ君にも気持ちよくなってもらいたいんです。教えられるほど経験ないっての。これ可愛くないですか、お姉さん。このフレームは似合わないかな。ヒロ君、どっちのメガネにするの？